おはようございます、こんにちは、こんばんは。鈴井貴之です。どうも藤村でございます。この度ですね、2014年11月に上演いたしました、オーパーツプロジェクトボリューム2シップインナボトル、こちらの DVD が今更ながらになんと発売になるということでございますんで、お願い神様。脚本演出鈴井貴之、オーパーツボリューム2舞台シップインアボトル、2016年1月27日 DVD 発売、ただいま予約受付中。ぜひとも皆さんね、もう昔やった舞台ですからね。いやでもあれですよ、何ですか、今回の、はい、その DVD は俺ね、はい、見てほしいんだけど、はい、特定映像だってこうちゃんとあるわけでしょ、はい、この辺ステップ踏んだ方がいいですよ。体重でドーンってきますからね、気をつけてくださいよ。1842とかで、いや沈むなっていう頑張っていきましょう、はい、よし、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。最後のシーンとかの独白のところは、今日は泣かないでやろうとか、今日はくしゃくしゃになるまでもう鼻水出るまで泣いてやろうとか、もう本番中も試行錯誤してて、舞台をね、はい、DVD 化してね、はい、映像を見てほしいんだけど、はい、最終的に聞いてほしいのは、はい、副音声だよね。そうです。結構いい話、いい話したるよね、はい、その当時のなんか単純な裏話かなと思ったら違いますよね。もう真髄に迫る演劇論。そうですね、そうですね。これはね、今ね、日本の演劇界が本当に震撼しますね。いやいやいや。あとはやっぱり水曜どうでしょうっていうものを、はい、やっていた我々だからこそ、はい、こう思うみたいなね。そうですね。鈴井貴之と一緒にこうやった意味があるっていうのがね、はい、これぜひね、どうでしょうファンの人にもこれ聞いてほしい。Say yes. オーパーツボリューム2舞台シップインアボトルの DVD は、本編映像はもちろん副音声あり特典映像ありの見どころ聞きどころが満載、ただいま予約受付中です。神様にお願いできない。こちらの方シップインアボトルの DVD は2016年の1月21日水曜日発売ということになってますけども、もう忘れていいです。いやいやいや、ぜひよろしくお願いいたします。